義兄嫁にくっそ笑った。義兄夫婦は義実家にべったり。なし崩し的に反同居状態。うとめは気の良い人たちなんだが孫に甘い。極限まで甘い。それが気がかりで、私夫婦は過剰に子供と接触させてない。でも、義兄夫婦はどっぷり子供を甘やかさせている。私夫婦と義兄夫婦の子供は、ほぼ同じ年、ちびちゃんだから仕方ないよね、は。どこの家庭でもあると思うけど、やっぱり限度がある。うとめは、孫を一切叱らずにやりたい放題させる。例えば、親類みんなで、大乙女さんの誕生日会をしたときに、男女、共にみんないろいろ準備していたら、義兄嫁&子がいない。リビングに行ったら、なんと、先に勝手に食べ始めている。ラップしてある出前寿司も、他の料理も開けて、こともぐもぐ。あ、うちの子が、もうお腹、空かせちゃってるんで。子供ですから。ここまで我慢して偉かったぞ。ええ、義兄子名前。と、全く悪びれず、くちゃくちゃ食べてる。てか、義兄嫁が、一番もぐもぐくちゃくちゃ食べまくっている。みなあぜん。でも、うとめは子供はしょうがないわよね。全員席について食べ始めると、義兄嫁&子は駆け回って遊び始める。そして、テーブルに飾ってあったバースデーケーキに目をつけ、義兄嫁を、じゃあ、お先にちょっといただいちゃおうか、です。と言って、この手を取って、ケーキの一部を素手で取って食べた。いちごもあるよと言ってくちゃくちゃ。もちろん義兄嫁も食べる。子供ですから、すみませんねと言いながら、この手についたクリームをべちょべちょ舐めている。大乙女も周りにいた人も呆然と見つめていたら、何を勘違いしたか。母親って、子供の手とか全然舐めちゃうんですよとニコニコ。こういう、子供なんでお先に失礼します。もらいます。許して。K のことをガンガンやる。だから、子は、野縁同然で何のしつけもない。でも、子が義兄嫁の言うことを聞かないと、こっちに来てとか。お母さんは許しませんよ。ってギャーギャー怒鳴ってる。私は、旦那に、ああなりたくないし、子供だから許してっていうのも、あまり好きじゃないから、義実家と私子はあまり接触させたくない。というのは同意してもらって、ちょっと距離を置いているんだが、それを、義兄嫁は、感じ悪い、閉じてる人たちと悪口言ってる。前置きが長くなったけど、そんな義兄の子と私の子は同じ幼稚園。義兄子は、誕生会など友達同士のパーティーに誘われたことがない。そこで、誰でもどうぞな。ご近所でやってる合同誕生会に参加。そして、開始予定時刻1時間後にブチ切れて帰宅してきた。たまたま、私家族も義実家に来ていたんだけど、義兄嫁は涙目で。最初から、もうグループができていて、後から来た人はハブにする。それなら、どっか自分たちだけでやってればよいのに、そこ意地が悪い。ああいう自分の子供だけ可愛いって。精神が母親はたきにつながってると。そのパーティーには、私のママ友も参加していたので、その場で電話して、事情を聞いてみた。乙女さんにそうしてって言われた。すると、案の定、義兄嫁は、大乙女誕生会の時と、全く同じことをしていた。挨拶もせず勝手に乱入し、他のママさんや子が準備をしている中で、着席シラップがかかってる料理を手づかみで食べ始めたそうだ。さらに、バースデーケーキ複数人合同なので、とても大きな特注も。でかく紙で、ここのとこいただいちゃいましょうねと言ってくちゃくちゃ。見ていた他の子がいけないんだよ。と言うと子供なんでごめんね。慌てて近くにいたママさんがダメですよまだ。と止めると、うちの子まだ小さいもんですから。いやいや、子供たちみんな同じ年ですから。ついに、ママさん&子供たちはみんな集まって、義兄嫁を咎めようとしたら、その状況に気づいたのか、いきなり、
だからダメだって言ったでしょう。と義兄子に怒鳴り始めたそうだ。お母さんの言うことを聞かないから。ダメよ。何度言ったらわかるの。と怒鳴る怒鳴る。義兄子は大泣き。そう怒鳴る義兄嫁の口周りには生クリームがべっちょりついていたそう。で、唖然とする周りを置いて勝手に退場していったそうだ。私は、もちろん、この事実を丁寧にウトメに伝えた。ウトメは、あらあらあら、かわいそうに。義兄嫁は子育てって難しいんですよ。うちの子は繊細だし、変に頭がいいから。義兄は、これ以上、義兄嫁に頑張れっていうのもな。子供はみんなで育てるものだし、親としてチャンスは与えたいと思うけどね、と意味不明な回答。一応私旦那が、あのさ、子供だから、子育てだから、母親だからっていつも言うけど、園にいる人はみんなそうなんだけど、兄貴のとこだけ特別じゃないよ。みんな、母親で子供たちは同じ歳なんだけど、わかってる？子供だから許してって、ここの家の中でしか通用しないよ。つうかみんなで食べる飯を勝手に食うの、もうやめさせなよ。他人の誕生日ケーキを、でかく紙で勝手に食べるとか異常でしょ。と言ったけど、義実家での孫フィーバーによる特別扱いに、どっぷりな義兄嫁には、全くピンとこない様子ぶ打たれてた。その後どうなったかというと、義兄子、療育に行くように指導が入っていた。いや、多分知能にはそんなには問題ないんだと思う。それはわかる。でも、喋らない。親が全部先回りして喋っちゃうので自発性がない。人のものを勝手にでかく紙で食べる。どこでも床にゴロンとして誰かが抱っこしてくれるのを待ってる。そんな様子を見て専門家たちが動いた。義兄嫁は真っ青になって震え上がっていたけど、子供だから子供だからっておっしゃいますけれど、同じ年のお子さんは猛攻を言ったことはしません。1歳児くらいの行動です。念のためしばらく通ってください、できればご両親もと言われていた。落ち込むうとめに、お母さんたちいつもまだ小さいから仕方ないって言ってましたけど、もうそんなに小さくないんですよ。いろいろできてなきゃいけない年ですよ。同じ年の子たちが集まる場に出れば一目瞭然なんですよ。お母さんたちの言葉もあって、まだ小さいから成長しなくていい。小さいうちは何をしても良いんだって、成長が止まったのかもですね。と肩ポンしておいた。まあしつけの問題ならすぐ帰ってくるだろうし、本当に何らかの問題があれば逆に早期発見できてよかっただろう。旦那は親の方も見てもらえればいいのにな、と言っていた。